ザメン野球の YouTuber あどうでもそんなええけどええけどあポケドーの検証シリーズ。松坂世代の投手合体させたら迷宮界入れる説を検証。2021年10月19日平成の怪物と呼ばれた男松坂大輔がユニフォームを脱いだ。松坂は横浜高校から西武へと入団したプロ入り1年目、いきなり16勝をマーク。翌年以降も14勝、15勝と3年連続で最多勝を獲得し、一気に日本球界のエースへと駆け上がった。2007年からは MLB レッドソックスに移籍し15勝、翌年は18勝を挙げるなど世界最高峰の舞台でも大活躍。誰もが松坂の名球界入りを確信していた。しかしその後は故障に苦しみ、 NPB に復帰後も思うような投球ができないシーズンが増え、今季限りでの引退を決めたのだった。そんなわけで名球界入りの条件である200勝には惜しくも届かず引退となった松坂大輔。しかし彼と同じ時代を戦い抜いた通称松坂世代の投手たちの力を結集させれば200勝を挙げ、迷宮界入りも可能なのではないだろうか。というわけで今回もパワープロを使って検証を作成したのがこちらの世代の誇り松坂大輔。松坂の代名詞高速スライダーはもちろん、藤川球児の伸びのある直球や久保田智之のマックス157キロの重い球、さらに杉内俊也の制球力に大きく曲がるカーブ、長川和弘のフォークや荒垣渚のパニッシュボールなど、松坂世代を結集させたまさに怪物が誕生。今回はこの松坂を西武に投入し、現役生活23年以内に200勝を記録できれば切に一生とする。それではまずはプロ初登板となる開幕戦のオリックス戦を見てみよう。マウンドに上がった松坂大輔、史実と同様にプロ初先発で初勝利を挙げることができるか。初回、2番宗にヒットを許してしまうが、3番吉田正尚をダブルプレーに打ち取り無失点スタート。2回も先頭杉本にヒットを許すが、 T 岡田をライナーゲッツーに打ち取り無失点に。するとその裏、7番山川がレフトスタンドに特大の一発を放り込み、松坂大輔に援護点をプレゼント。援護点をもらった松坂は3回を三者凡退、4回も三者凡退に抑え、5回はピンチを招くも荒垣渚のパニッシュボールが決まって無失点にしのいでみせる。その裏、ランナーを一塁に置き先制アーチの山川、今度は右方向にツーランホームランを放ち、エース山本由伸から3点を奪ってみせる。3点のリードがあれば松坂には十分。6回を0に抑え、7回はピンチを作るも無失点、8回も無失点に抑え、残すところは1イニング。完封がかかる9回は先頭宗にヒットを許すが、吉田正尚をセカンドゴロ、杉本を空振り三振、そして T 岡田をショートゴロに打ち取りゲームセット。松坂大輔プロ初先発で初勝利、そして完封という偉業を成し遂げてみせた。というわけでまず1勝目を挙げ、自信が確信に変わり始めた松坂大輔。果たしてプロ1年目一体何勝を挙げたのだろうか。
シーズンオフまでスキップしてみると防御率 1.80、 17勝3敗という成績を残し大活躍だが、実際の松坂もいきなり16勝5敗という成績であったため、ペース的には一緒というのが恐ろしいところである。タイトルも最多勝、勝率1位、最優秀防御率、最多奪三振でいきなり投手4冠を受賞してみせた。チームも優勝へと導き、新人王、そして MVP を獲得し、年俸も1500万円から1億5000万円と驚愕の 900% アップを勝ち取ることに成功。最高のルーキーイヤーとなった。ではここからは松坂が引退までに200勝できるのか、1年ごとに残した成績を見ていこう。まずは2年目、防御率 1.61、 11勝4敗という成績でルーキーイヤーほど勝ち星は伸びなかったが、2桁勝利をマーク。3年目は防御率 1.70、 14勝5敗という成績で金田、江夏らに次ぐシーズン261奪三振を記録。またこの年は野手としても交流戦で3本のアーチを記録してみせた。ちなみに村田修一の力を宿しています。4年目、防御率が 2.18 と悪化も、16勝を記録しルーキーイヤーと同じ勝ち星を記録。3年ぶり2度目の最多勝を受賞した。さらに沢村賞も初受賞し、順調に200勝へのロードを歩んでいる。続いて5年目、防御率 1.64 で16勝4敗、2年連続の最多勝を受賞。対左 A の能力も左キラーへと強化された。そして沢村賞を2年連続で受賞。この年チームは5位でありながら MVP に輝くバレンティン方式での受賞だった。6年目は防御率 1.99、 15勝4敗という成績で再び投手4冠を受賞し、沢村賞を3年連続、 MVP をバレンティン方式で2年連続で獲得。一方セリーグでは鈴木誠也が三冠王を獲得していた。7年目、防御率2点ちょうどで13勝を記録するも、プロ初の2桁敗戦を喫するシーズンに。しかし7年目で100勝超えを達成し、名球界まであと残り98勝。8年目は防御率 1.51 で20勝3敗で初の20勝超えをマーク。昨年からのリベンジを見事やってのける大活躍を見せた。9年目、防御率 1.47 で14勝8敗。この年もきっちり2桁勝利をしてみせたが、球速が157キロから156キロにダウン。衰えが見え始める。しかし節目の10年目は18勝3敗という素晴らしい成績を残し、150勝超え。能力も対ピンチ B が強心臓、尻上がりが終盤力に評価されるなど、怪物の進化はまだまだ止まらない。年俸もついに6億6000万円にまでアップ。正直もっとくれてもいいと思う。さてここからはテンポを上げていこう。11年目は17勝を記録、12年目も同じく17勝を記録してみせる。そして13年目は15勝を記録し、ついに200勝超え。これで名球会入りが決まり、見事節1勝。松坂世代の力を結集させ、夢が叶ったのだった。現時点で32歳だが、引退までだと一体何勝を記録してしまうのか、最後まで見届けてみよう。14年目、能力ダウンが目立ち始めるが、防御率 0.70、 20勝1敗でまさかのキャリアハイを達成。15年目は17勝を記録し、ノーヒットノーランも記録。このペースなら300勝も狙えるのでは。しかし松坂はこのシーズン終盤に肩の関節芯損傷の大怪我を負い、全治512日と診断。当然16年目のシーズンは初の登板なしに終わってしまい、17年目は復活の勝利を目指すも0勝4敗という成績に終わってしまう。そして松坂の腕はもう限界だった。今度は肘の靭帯が断裂し、松坂はこのシーズンでユニフォームを縫うことを決断。
通算240勝という成績だった。ボロボロになりながらも23年間プレーした実際の松坂大輔の凄さを再認識する結果となったのではないだろうか。平成の怪物松坂大輔よ、23年間本当にありがとう。というわけで、本当の怪物は松坂世代という一つの世代そのものなのかもしれません。散髪行き着替えたらガールハントだぜゴー、さあじゃあ水だ声かけろ、しつけナンパで通報だぜ。